おはおはようございます、うまみきです。10時のおやつを作ります。カルディで前に買ったベトナムスイーツバナナフランベの素っていうのをやります。今日はですね、今日はっていうか今日も雨、毎日雨なんですよ最近。低気圧がやばすぎてちょっとやばいなって思ったんですけど、軽く身なりを整えて頑張ってます。化粧は途中でやめましたけどね、なんか髪の毛もほら最近ね染めてプリンを脱却したんですよ。なんであんなプリンだったかっていうとね、しばらくプリンでもなんかかっこいい人っているじゃないですか。プリンだけどそれ自体がもうおしゃれに見えるみたいな、あれを目指してたんですけど、ちょっと私には無理だったので染めました。実はそうだったんです。バナナフランベの素、これが2つ入ってんの。これが2つ入ってんだけど、これ1個に対してバナナ1、2本バナナ買いましたよ。すごい立派な立派なバナナ、すごい甘そうなんで2本使って作って残しとけばいいか。パッケージにいるこのキャラクターがとっても緩くて可愛いです。私10時のおやつが割と欠かせないんですよ。朝すごい早起きなの。5時とか6時とかに起きて、朝暑くなる前にもじゃのお散歩行ってっていう生活なんで、夏はだからねお腹すくんだよねこの時間に。というわけで今日はおやつ、10時のおやつ、これをカットする。この写真がバナナ縦に半分に切ってる写真なので、真似して真っ二つにしたいと思います。あ、割れちゃう。絶対切る方向間違えた、割れちゃった。こうやってこうやって絶対割れるわ、切れちゃう。あ、もういいや。はい、どうやるのが正解だったの。こうこうかな。あ、一緒じゃん、結果一緒じゃん。学びがない。まあいいや、食べれればいいんで。はい、でフライパンにバターでも油でも何でもいいらしい、溶かします。バナナ焼きます。あ、もう割れちゃった。両面3分焼きました。もうこの時点で美味しそうなんだけど。で火を止めてこのバナナフラーメンの素を入れます。美味しそう。で絡める。お箸だともうバナナがぐちゃぐちゃになっちゃう。わーすごい、バナナがふよふよすぎて扱い方がわからないけど、でもバナナ2個でちょうどよかったかも。美味しそう。で今日はここにハーゲンダッツを添えて食べます。贅沢。見て見て見て、溶けちゃうから早く見て。ミントとかちょっとそういうのないんで彩りがあれなんですけど、めちゃめちゃ美味しそう。ちょっとアイスが溶ける前に早く食べます。やばいやばい、溶ける溶ける溶ける。うん、うん、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。やばいやばいやばい、溶ける溶ける溶ける。バナナ美味しい。え、こんな簡単にこんな美味しいのできちゃうんですかっていう、マジで買ってよかった。うん、うん、あ、これフレンチトーストとかに添えてもいいと思います。めちゃめちゃ絶対美味しい。あとこのバナナのフランベしたやつだけを春巻き、ライスペーパーそんな感じのに包んでまた揚げてデザートにしてもいいか。まあ普通にパイシートとかでくるんでも美味しそう。マジで美味しい、やばい。
お店の味。ごちそうさまでした。で、サボりにサボってたアイロンかけをしたいと思います。絶対ハンカチよりさ、あのミニタオルの方がアイロンしなくていいから楽なんですよ。家事は減るのは分かってるんですよ。だけどハンカチ好きなんだよね。なんかハンカチっていいよなと思ってね、やめられないんですけど、こうやって溜め込んじゃうわけですよ。これも可愛くない？めっちゃ可愛いんだよ。アイウェオのハンカチです。これはここの、めっちゃ可愛い。かわいい。やっぱ生地マニアなんだろうな。マニアってほどじゃないけど、生地を見るとルンルンしちゃうから、興奮しちゃうから、生地コレクターみたいな感じでハンカチを集めちゃうんでしょうね。絶対こんなにいらないって数あるんですよ。じゃじゃーん、これ大好き。黒柳徹子さんの素敵展っていう展示で買ったやつ、かわいい。これハンカチじゃないんですけど、わかる？あの蚊取り線香の柄の手ぬぐい。手ぬぐいはね、いつも100均でいっぱい買ってるイメージかと思いますが、これは100均じゃなくてちょっといい値段した。いや、むしろ100均が安すぎるのか、違う、普通なのか、ちょっといくらか忘れたけど、100均になりすぎてちょっと高いけどどうしようかなってしたんだけど、結局可愛くて買ったやつです。わーい、美味しそう。カルディで前に買ったジェノベーゼ風オーバーソースっていうのを使ってパスタを作りました。上なんか飾りたかったんだけど、特にいいのがなくて、ピンクペッパー乗せてます。あと粉チーズかけました。いただきます。めっちゃいい匂いするんですよ。うん、すっごい爽やか。相変わらず夏バテで何食べていいか分かんない状況が続いてるんですけど、これは爽やかですごく食べやすいです。なんか食べるものがカルディカルディと続いてるんですけど、本当にね、調子乗っていろいろ買っちゃうからね、ちゃんと今ね消費していこうといろいろね食べている期間です。で、今日はですね、私がよく履いてるこれ足まっすぐ伸ばせないんですけど、私硬くて、あのこの JU のプリーツパンツ、これはね、みんなあの長いんですよ。みんなってか、あの6本持ってるの、好きすぎて6個持ってるんだけど、最初の頃はね、あ、割とちょうどいいかなって思ってたんだけど、開くとまあいいんだけど、ちょっとね長いんですよ、足短いんで。なので少し裾上げできるかやってみようかなと思います。そのままだとこんぐらい床と擦ってるんで、ちょっと上げたいです。さっきこの差を測ったら4センチだったので、4センチ切ってみます。突然の熊みき手芸部画角でお送りしてるんですけど、ちょっとこれを切りましょう。ここをね、あのロックミシンすればいいんですけど、なんか切りっぱでもいけるっていうのをネットで見たんですよ。なので私が実験台になります。はい、以上あ、確かに触った感じほつれてこないからありだと思う。この脇の縫ってあるところだけ、もしかしたら一回ここだけね、ちょちょって縫ってあげるといいかなと思うんですけど、あ、全然いけますね。ほつれてこなさそう。で、心配だったら、あのちょっとこうライターとかでシャシャッとやるといいって、炙るっていうのかな。よくリボン切った時とかも私こうやって処理するんですけど、焦げない程度にちょっと溶かすというかね。どう思ったら危なくないんだこれむず
これでマジみんな気をつけてやってね、やる人も。これで若干溶かすとさらにね強化されるみたいなんですけど、いっか、いいや、ちょっとやるの怖い。うん、リボンだったらねこれちょこっとで終わるんだけど、これはちょっとやる量が多すぎて怖いんで私やんない。キリッパでいけそうだからキリッパでいこう。反対側も切ります。よし、できた。良くない？めっちゃいいじゃん。ちょうど良くなった。踏まなくなった。ちょっとこの方法良すぎなんで他の持ってるやつも全部やります。めっちゃあるの、 GU のプリーツパンツ。よく履くのこのオレンジなんだけど、もうね踏みすぎてもう裾がねボロボロのファシャファシャになってたのね。でどうしようかなってずっと思ってたんだけど、切ればよかったんかい。ちょっとみんな切ります。これだけねちょっと柄ありのやつで素材も少し違うんですけど、いけんのかな。まあ私が実験台になってやりますいい感じだったらみんなも試せるしね。切ってみよう。あ、どうだろう。あ、いけそうですね。こう触った時にすぐビロビロビロって糸が出てくるようだとロックミシンかけなきゃなって思うんですけど、今触った感じ大丈夫そうなんで、ある程度は大丈夫かなと。あのもちろんね、あの今日やったやつ全部本当はちゃんとロックミシンとかねかけた方がいいんですけど、もう一旦これでも履けるかなちょっと自己責任でお願いします。やられる方はちょっと洗濯とかした時にどうなるかっていうのもね心配ではあるんですけど、もしそれでほつれてくるようだったらまたねそこでロックかければいいし、洗って大丈夫だったらラッキーだしって感じで、もう一度言っておきますが自己責任でね、あのやられる方はやってみてください。よいしょ。おいでおいで、もいちゃりんこおいでー、おいじゃー、はいはいはい、はい、おいで、はい、おいで、はい、ストップ、はい、ストップ、ストップ、はい、待ってください。5センチ、5センチでよろしいでしょうか。足の長さ、もやくんはね意外と足が長いでいらっしゃいますから。はい、測り終わりました。おしゃれボーイのねお洋服作りますので、はい、こちらオーダーメイドでお受けいたしますので、タッチ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 、レイくんありがとう。Ugh.